宇治は日本海軍の橋立型砲艦の二番艦。この名を持つ日本海軍の艦船としては2世紀目。太平洋戦争以後は中華民国海軍と中国人民解放軍海軍において1979年まで使用された。1941年を大阪鉄工所で竣工。1942年洋子港部隊の帰還。1944年に 上海方面根拠帯へ移動、船団護衛に従事した。4月21日以降、旧節毛艦白鷹等と、共に、竹市船団を護衛。8月16日、駆逐関連と共に、上海から那覇へ、第62師団を移動させる609船団の護衛に参加。8月21日から那覇から疎開者を乗せた名も103。 戦団に参加するも、敵潜水艦の襲撃により、津島丸を損失。1945年6月25日に、第21号総海艇駆逐艦、栗及び、第11小南丸とともに、ビンゴ丸、コウア丸を護衛して、チンタを出港し、翌日 PB4Y と思われる敵機2機の攻撃を受けて、ビンゴ丸が被害を受けるも、 護衛各艦の対空砲火で2機とも撃墜したという、終戦時上海で残存、中華民国軍に接収され、長寿と解明された。1945年9月13日上海にて接収され、元乗組員28名が国府軍の訓練に協力した。また、終戦直後の中華民国海軍解剖第一艦隊機関となった。 1947年から48年にかけて、北海方面での戦闘に従事。栄光、イ海イ新高島などの地域で作戦活動、地帯行動についた。1949年9月に国民党軍が上海を執管すると本館は、五勝口の封鎖を加盟された。しかし19日に乗組員が反乱を起こし、中国共産党に投降。 予覚され、81と解明。9月22日に、暗気症大通行で、国府軍の爆撃を受け撃沈。同年12月に増え高南造船省で修理、兵装を、ソ連製の13センチメートル装砲二2三37ミリメートル機関砲6丁に改装した上で最終駅。1950年4月23日に、 南京において人民解放軍海軍設立一周年を記念して行われた観艦,艦式において最終駅式と命名式が行われ南章と改名し新編の第6艦隊並びに加藤海軍軍区の初代機関となった排水量1,110トンで手法が13センチメートル単素法と駆逐艦に匹敵するサイズと武装の本館は1954年以後に ソ連から4隻のグネフヌイ旧駆逐艦が安山旧駆逐艦として編入されるまで人民解放海軍最大の艦艇であり海軍の象徴であった。最終駅後は国民党政権に雇われ中国周辺海域に侵入していた日本籍漁船のダホに従事。1953年2月24日に上海において毛沢東主席が視察。 1954年4月には、量産列島沖にて、公衆、開封、調査とともに、国民党軍の太字号艦と遭遇主公戦。1955年1月には、数江山東線駅において、武将、災難、陳明を率いて、艦砲射撃を行った。1956年には、看板号を811に変更。1961年には、 看板号を210に変更。また改装を行い環境の形状が変化した他に、複砲を 37mm 連装機関砲4機と 37mm 単装機関砲1機に変更。1968年2月に、毛沢東主席視察15周年を記念し、看板号を53から224に変更。百七十八年からは、第一戦からは引退し、 両順において練習艦として用いられた。1979年に除籍。南省の艦名は人民解放軍海軍において霊語1、ガタクチク艦と霊語語ガタクチク艦に継承されている。長寺時期81及び南省時期。ありがとうございます。